はい、どうも奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。楽天戦がですね、3カード目ですが、ね、交流戦ので、今日が 2戦目ということなんですけれども、今日もですね、また9回にこう抑えのピッチャーが打たれてですね、逆転負けというですね、ちょっと交流戦に入ってからちょっとこういうの試合がばっかりですね。日本ハム2連戦は完敗いう感じですけど、ロッテの3連戦はこれ3連勝しててもおかしくないっていうね、そういう試合ですよね。それをこうひっくり返されて負けて、才木が完封して勝ったんですけども、で昨日の試合だって勝っててもおかしくないっていう試合ですよね、どう考えてもね。で今日だって普通にやってて勝ってた試合ですから、この辺ね、勝っててもおかしくない試合が4試合ぐらい交流戦に入って落としているということですからね、これやっぱりね、ちょっとこう、だんだんこうやってこう、喋るのも憂鬱になってくるなっていう、そういう感じなんですよね。思い返せばですね、このチャンネルを始めたのは、そのコロナ禍で、その無観客の年にですね、この YouTube チャンネルを始めたんですけれども、あの年もですね、初めて開幕してから9連敗かなんかで矢野監督がしてですね、こんな YouTube なんてやらんかったよかったと思いながらやっとったんですけど、そこから2年、3年ぐらい経ってですね、その後阪神もですね、岡田監督で強くなって、去年日本一になってですね、去年なんかこう喋っててもすごく楽しくですね、喋れていたんですけれども、ちょっとあれですがね、僕ら阪神ファンもですね、去年日本一になったことで少しこう、阪神が強いっていう風にちょっと勘違いをですね、してしまっているのかもしれないですね。なんていうんですかね、1シーズン活躍をするっていうのは当然ね、毎年どっかのチームが優勝するわけですから、ただやっぱり連覇とか3連覇ってそう簡単にはできないわけですよね。大体連覇3連覇っていうのの方が少ないですね。大体こう優勝して次の年は違うチームが優勝っていうのがね、やっぱ多いですから、セリーグパリーグともね、オリックスヤクルトとね、この辺が連覇してますけれども、やっぱりなんかこれ普通は難しいのかなという感じでしょうね。広島が3連覇ぐらいしましたけど、やっぱりこの4連覇5連覇ってっていう、そうなってくるとほんまの上昇軍団とかね、黄金時代とかなってくると思うんですけど、そう簡単にはいかんということでしょうね。いわゆる巨人の V9 とかですね、それから西武黄金時代ね、秋山清原デストロイヤーのあの頃とか、あのぐらいになってようやく上昇軍団と強いチームっていうふうに言えるのかなと。そう考えるとまだまだですね、阪神なんか別にそのままたまたま一シーズン日本一になっただけで、またはそれがね、ほんまもんの力か、そういうわけではやっぱりないというところですね。この辺もですね、僕らもちょっと去年ね、日本一になったことで少しこう舞い上がっていてっていう、そういう感じなのかもしれません。選手ももちろんそういう気持ちがあるのかもしれません。当然日本一になったらそのオフにはですね、仕事がいっぱいあるわけですよね。野球以外のいろんなところに引っ張りだこになってですね、イベントも多いしですね、当然疲労もたまるし、練習もなかなかできないしというところで、で当然今年に入ってキャンプもいつも通りやっているんですけれども、やっぱりそういうところのしわ寄せがですね、一気に来てるなっていう、そういう感じでしょうね。いわゆる上昇軍団っていう風になってくると、その辺が慣れてくるっていうことになると思うんですけど、例えば、強いチームでもですね、例えば90年代ヤクルトが強い時期ありましたね。阪神がね、暗黒時代、ヤクルトが強かったんですけども、あの時のヤクルトだって優勝した次の年は、B クラスに沈んだりとかしてましたもんね。優勝4位、優勝4位とかね。だからそんな感じ、野村監督の時ね。だからそう簡単にはやっぱいかないですね。巨人が強かったですけど、巨人もなかなか連覇っていうわけにはね、いかないっていうことありましたしですね。で2000年に入って、2003年、2005年、阪神が優勝してですね。あの時阪神強かったですけど、中日とね、優勝争いしてましたけども、やっぱ中日も阪神もそんなに連覇するのはなかなか難しいというところですから、やっぱそう簡単にいかないわけですよね。で、個人の成績を見たって波があるわけですから、それはチームで見たらですね、それはみんなが絶好調でいけば、それは当然優勝争いするし、みんなが不調になったらですね、今年の阪神みたいになるわけですから、そのチームマネジメントで、長い目で見て、1年間というところでいくと、去年は阪神が勝ちましたけれども、これが2年、3年のスパンでいくと、やっぱりそう簡単にいかないっていう、この辺が難しいところなのかなというふうに、見てると思いますよね。だから去年の中心メンバーが今もうほとんどいませんもんで、大山も2軍落ちましたから、佐藤と大山が今、
今2軍に行ってですね、ノイジーも2軍にいますよね。で、まあまあ、ゲラ2軍に行ってですね、まあ、青柳も、伊藤も今2軍にいますからですね、もう2軍ばっかり豪華になってですね、1軍誰も残らんみたいな。1軍に残ってる選手でもですね、キャッチャーの2人もそんなに打ててるわけじゃないし、木浪も去年ほど打ててないしですね、中野もいまいち乗ってくれ、まあ今日はね、3安打しましたけれども、まあいまいちっていうところね、近本1人で頑張ってるっていう、そういうような状態。やっぱり勝てないですよね。で、その塩谷がピッチャーに行って、ピッチャーもですね、頑張ってるんだけども、やっぱり疲労が溜まってきて、ここに来てですね、ゲラも岩崎も打たれ始めたっていう、まあそういう状態ですよね。で、以前も動画で言いましたけども、その、蓄積疲労、疲労が蓄積するとですね、そう簡単には取れないみたいなんですよね。今ちょっと2軍でね、ちょっとね、調整っていうね、大山とか佐藤とか2軍に落ちたりね、青柳とか伊藤2軍に行ったりしてますけども、じゃあ1週間休んだら回復するかって、そう簡単なもんじゃないと。いうところですよね。体中の細胞が全部こうね、代謝して入れ替わるぐらい待たないと、ほんまに蓄積疲労っていうのは回復しないということですが、やっぱり2年ぐらいかかるというところでしょうね。だからどのスポーツ選手もやっぱり1年スパンで調子の波ってやっぱあるわけですよね。この年は調子がいいと、この年は調子悪いってね、そのぐらいのスパンでやっぱりこう調子の波があるというところでしょうね。だから去年なんかはみんな比較的調子の波としては上にいたというところですね。だからそれがこう一気に今年その疲労であったり調整不足であったりでもう下降してですね、もう悪い状態になっているというところですよね。だからこの辺をこうまあ岡田監督がどういう風にやっていくかというところですよね。この辺がまあ岡田監督からしても新たなチャレンジというところなんでしょう。その1年間戦って優勝するっていうのは去年見事なね腕前を見せてくれたんですけれども、だから2005年の優勝の時もその後続きませんでしたからね。連覇ってのはやっぱ難しかったわけで、その岡田監督の挑戦としてはこのチームをですね、その優勝した年のメンバーじゃない人たちをうまいこと使って2年3年強い状態を保っていくっていうのが、まあ次の岡田監督のですねミッションであるし、だからファンとしてもそこが楽しみにするところでしょうね。要するに2023年モデルというのはもう完全に片落ちになってるわけですよね。もう全くそれでは通用しないっていう風になってます。だから2024年モデルっていうのを作っていかないといけないわけで、それをね、本当はもっと早い段階でキャンプのうちからやっておかないといけないんですけども、もう今こういう状態ですからね、もう完全にもう2023年モデルっていうのはもう完全にもう崩壊してますから、今から2024年モデルを作っていって、まあ、優勝争いに間に合うかどうかっていう、まあ不幸中の幸いというかですね、セリーグどの球団もいまいち乗り切れないですね。今阪神がこういう状態でどっかのチームがですねこう独走したらもうさすがにちょっともう追いつくのは難しいという感じなんですけど、まあ、50歩100歩というかどこのチームもですね、今日も阪神負けましたけど巨人もお付き合いして負けてくれてますから、ゲーム差 1.5 のままなんですよね。まあ、広島が勝ちましたから、この上位3チームはまあ1.5 の中にいるというところですよね。だから今非常にセリーグ混戦ですから、どっかが走り出してないので、これが非常に、まあ、阪神からしたらありがたいところですね。今のうちに体制を立て直して夏場以降もう一回勝負をかけるっていうことが不可能ではない状態ですからね。だからこの辺今から岡田監督がどうやって立て直していくのかっていうのがね、非常にこう、まあ、楽しみやなというそんな感じですよね。まあ今日の試合もまあ一応振り返るんですけど、まあもうずっともう一緒ですよね。もう打線組み替えて組み替えてなんとかですね打線奮起を促すけど、もう笛吹けど踊らずみたいな感じで相変わらず打てないっていう感じで、で1点差で終盤行ってですね、抑えが打たれて逆転負けっていうですね、もう見飽きたよっていう感じですよね。この辺をほんまやったらこれ阪神の野球なわけですよね。この僅差で終盤にて逃げ切るっていうのはね、それが崩壊してるわけですから、もうこれも要するに組み替えていかないとダメっていうことですよね。その中継ぎピッチャーですよね、抑えのゲラ岩崎ともに今もうこれこそ金属疲労でしょうね。もう使いすぎですよね、今シーズンに入って。まあ、ゲラはね、今までその外国でどのぐらいのペースで投げてたのか分かりませんけれども、岩崎なんてもともと連投効かないタイプで、そんなに登板肩になったらですね、成績が落ちるっていうのは、それはもう分かってることなんですけど、それなのにあんなに使ったら、それはまあこうなるよねっていうね、ことですよね。去年なんかはうまくですね、休ませながらですね、使ってたんですけど、今年はどう考えてもこう、登板肩使いすぎですよね。この辺をうまいことやっていかないと、これ、岩崎が潰れて、じゃあ誰がもう一回抑えにして、そういう人がまたこう登板肩になって落ちていくっていうね、そういうことにならないようにうまいことやっぱやっていかないといけないなっていう、まあ、そんな感じですかね。で、まあ、一応ですね、今日のまま打線を振り返っていくと、今日もまた組み替えてきてですね、1番中野ですよね。2番に前川を持ってきましてですね、で3番に森下、4番近本っていうね、で5番に糸原かな、
あっていう、こんな感じで来ましたですね。で、6番に、渡辺亮やったかな。で、7番が木浪。で、8番に、キャッチャーの、今日は坂本誠志郎ですよね。で、ピッチャーが、今日は大竹ですね、大竹。で、楽天の方は、うちっていう若いピッチャーね、が先発というところで、もうはっきり言うと相手の先発が誰とか関係ないですよね。もうね、阪神からしたらもう誰が相手でも、もう打つしかないわけですからね、もう打てないっていう状態で点が取れないわけですから、これはなんとかせないかんっていう。まあ、ヒットの数で言うと今日は比較的、まあ、まだね、打てた方かなと思うんですけど、ちょっとその、今日なんかはですね、あと1点、ここでもう1本出れ、で出しとけばですね、もう完全に流れがこっちに来るのにっていうところでことごとく点にならないっていうですね、まあ、ちょっとこの辺が、まあ、ちぐはぐ少し硬くなってるというかね、まあ、初回いきなりですね、中野がツーベースで出塁をして、で、2番の前側がですね、もう本当に叩きつけるバッティングで、もうとにかくランナーを進めるんだっていうね、この辺は前側のですね、気迫がこう見えたなっていう感じですよね。おそらくあれは、サインじゃないと思うんですね。岡田監督はその、ランナーを進めるっていう作戦を取るときは、もうちゃんとバントのサインを出すっていうね、そういう形ですから、あれは前側が自分で考えてあったと思うんですけども、その姿勢がやっぱ大事ですよね。もうとにかく無理に引っ張って叩きつけて、ランナー進めるっていうね。で、これで、ツーベース、それから進塁打で、ワンアウト三塁っていう形を作ってですね、これでよっしゃーと思って、これで3番のですね、森下ですから、これはもう内野ゴロでも外野フライでも1点入るっていう場面なのに、これ初球を打って内野フライっていうね、一番これ、何も起こらないっていうですね、一番これしょうもない、こう、打撃をするっていう、もうこれでもう流れがね、完全にどっち行くかわからんっていう、まあそういうことになっちゃうわけですよね。だこの辺をですね、その初球から打つのはいいんですけど、ちゃんと狙い球絞って打ってんのかっていう話ですね。とりあえず来たから、打てる球来たから打ちましたっていうね、追い込まれたら三振するの嫌やからっていう、まあそういうような消極的な初球打ち、では結果出ないわけですよ。やっぱ積極的に初球打っていかないとダメなわけで、あんなボール球振ってたらそれはね、結果出ないわけですから。これでは初回0点になってですね、あ、これ今日もあかんな、みたいなそういう感じですね。で、まあ、内投手も、大竹投手は比較的良かったんですよね、非常に。まあ、コントロールも良くですね、今日ヒットは打たれましたけど、フォアボール出してないっていうところですから、まあ、いつも通りの大竹のですね、コントロールの良さ。それから、変化球もね、多彩で、このカーブも何種類かね、まあ、スライダーなのかカーブなのか分からないような、こうね、スローボールなんかもありながらですね、それをうまく駆使しながら、抑えてましたよね。で、そのランナー出てない時はうまく抜きながらですね、球投げて、で、ピンチになったらちょっと力入れるみたいなですね、いわゆるこの辺の計算もきっちりできていたし、だから球数もですね、比較的少ない数で、まあ、いけたなっていう、そういう感じですよね。で、まあ、内投手の方も最初は球数少なかったんですけど、途中から少し阪神打線の方もですね、捕まえて出してきましてですね、これ、まあ、途中でですね、まあ、点数を取るんですけど、これ、チャンス何回もあったんですけどね、ここでもう一本出てりゃなっていうところで、今日はね、4番の近本、5番の糸原っていうあたりがここで、ブレーキになるっていうのは非常に多かったですよね。4番の近本でここヒットを打ってりゃね、1点取ってなお満塁みたいなのがありましたよね。そこでですね、もう一本、2点目のタイムリーの時とかもね、森下のが詰まりながらセンター前に打って満塁からね、で、これでなおワンアウト満塁っていうね、これ満塁で攻めてるわけですから、ここもう一点、これやっぱ取りにいかない。しかもこれ相手のエラーからですからね、坂本がサードゴロエラーで出塁をして、で、送りバント失敗でランナー入れ替わるんですけど、ここから、繋いで満塁でですね、で、森下がタイムリー打って、で、2点目、2対0になって、で、これでですね、ここで、もう一本ね、4番近本なり5番の糸原がもう一本出してりゃ、これでも完全に試合決まるっていう状態だったんですけど、ここでね、もう一本、だから近本に関してはこれヒットじゃなくていいわけですよね。ヒットじゃなくていいんですよね。この、1点取ればいいわけですから、とにかくボテボテでもいいから何かしらこれ、ランナーをこう、返すようなバッティングをしないかんですけども、こういうところで、それができないっていうね。だから近本なんかは足早いわけですから、もうとにかくボテボテの当たりを打てばですね、それでこう、ランナー返ってこれる可能性あるわけですから。ところがこれをこう、引っ張り一辺倒ですね、結局ファーストゴロ、今日は近本3連続ファーストゴロかなんかですよね。これが要するに、まあ、あれも打たされたファーストゴロでしょうからね。だからこの辺が、もう少しやっぱ考えて野球しないといけないのかなと。なりふり構わずですよね。こんなんもうその綺麗にヒットを打とうっていうね。それだけでこう打てたら苦労しないわけですよね。みんなの人自分のバッティング、自分の形でですね、綺麗にヒットを打って繋いでいこうって。それができてたら今までこんなに苦労してないわけですから。それができないから今点入らなくて苦労してるわけですから。とにかく自分の形なんかもうどうでもいいからなりふり構わずですね。もうとにかくもう当たってもいいし、
テボテでもいいし何でもいいからとにかくこうランナーを進めるっていうねこの姿勢がやっぱもうちょっと欲しいなっていうところでしょうね。だから今日なんか見てるとそれが見えたのは前側だけっていう感じですね。糸原なんかも本来はそれが持ち味なんですけど今日なんかはもう淡白なバッティングが非常に目立つっていうところですからこの辺がですね、安定しないと。例えば今日は中野と前川がね、活躍しましたけれども、これが明日になったらまた、活躍できなくなったりとか、やっぱそういう風になってしまってですね、この辺はまあ続かないっていうところでしょうね。でもこれ2対0ということですから、全然これ重さが違いますこれが 3点4点取れてればですね、もっともっと楽にこうね、系統もいけたんですけど、2点差ですからやっぱりちょっと重たいなというところですね。で、これ、まずこれ系統のタイミングもこれまたあれで、大竹が球数少なかったですよね。7回途中でこう変わったと思うんですけど、7回途中85球かなんかですからね、まあこれ続投できたというところですよね。で、ただ今までの、なんていうんですかね、今までの登板でいくと、その6回、7回に捕まって大竹がね、失点するっていう場面が多かったので、ここは岡田監督が系統に行ったと思うんですよね。で、7回はなんとかですね、もう大ピンチ招きながら、もう繋いで、もうこれ必死の継投ですよね。石井が出て、島本、もう一人一冊ぐらいでしょうね。石井が行って、島本が行って、漆原が行って、もうとにかく使える選手全部使って、なんとか抑えたっていうね、感じで。で、8回に桐敷が行ってですね、桐敷が1点取られると。でもまだ1点差ですから。で、9回はもうこれは当然もう岩崎しかいませんね。ゲラいませんから。岩崎が行って、で、逆転ツーランホームランを打たれるっていうですね。だからまあ後ろに行けば行くほどいいピッチャーが出てこないかんですよ。その後ろに行けば行くほどピッチャーに疲労が溜まってるわけですよ。まあ桐敷にしろですね。桐敷1回2軍にね、コンディションフォルで落ちたりしてますけども。で、もう岩崎ももう疲労が溜まっててもうヘロヘロみたいな。もう見てても全然今日球威もないっていう感じですよね。で、よくありますよね。今までもね、登板型になって疲労が溜まって球威なくなった時の岩崎の特徴ですね。まっすぐが抜けるんですよね。まっすぐが抜けて、で、甘くいって打たれるっていうね、そういう感じですよね。で、指にかかっていいとこにピシッといけばですね、まっすぐでこう詰まらしたり空振り取れるんですけど、それがもう全然こう、力が入らず抜けてですね、甘いとこにいって打たれると。まさに今日そうですね、外狙った、小郷選手かな、外狙ったまっすぐが抜けて真ん中いって打たれるっていう感じですから、もう本当にこれ悪い時の典型と。いうところでしょうね。だからこれはちゃんとこうもっともっとコーチと監督が見とかないといけませんよね。そのもう明らかにこれあかんっていうのはもう分かるわけですから。でこうまあ打たれてからね、あ打たれたな、ではやっぱりこれ間に合わんわけで、その辺をきっちり見るのが監督の役割ですから、からこの辺がちょっとね、今日だからまあ系統ミスですよね。どう考えても今日の感じやったらもうそれはもう続投しとけば、まあよかった。だからもうとにかく今の状態やったらもう先発ピッチャーが完封勝ちするしか勝つ方法がないと思った方がいいでしょうね。中継ぎももうヘロヘロになってますから、もう休ませないかんし、で僕1点差とかで継投したらまた逆転されますから、もうとにかく先発ピッチャーがもう最後まで投げてくれと、もう打たれて逆転されたらもうごめんみたいなぐらいでいかないとですね、もうどうしようもないっていう状態ですよね。なのでもう、まあ、だから今日なんかはもう大竹にもう最後まで託すと、もう逆転されてもね、で逆転されたらもう継投に入るみたいな、もうそういうので行くしかないんかなと。もしくは打つ方がもっと点取るかですね、4点5点取ってそのぐらいの差になれば系統で、まあ、ゆっくりと逃げ切ることができるんですけども、もう1点差2点差やったらもう今のね、リリーフの疲労度を考えたらもう系統で逃げ切るってのは無理ですから、もうそうなったらもう先発が完投をするしかないっていうね。でその間にリリーフがなんとか休みながら体力を戻して、夏場先発がへばった時にリリーフが頑張るっていうですね、まあ、そういう風に持っていかないともう勝つ方法はもうそれ以上ないのかなという、そんな感じですよね。でまあ、打つ方も打つ方で相変わらず点取れないっていうのは続いてますしですね。だから木浪が打ててませんから、でキャッチャーも打ててませんよね。梅野、坂本がダメ、木浪もダメですよね。で、まあ、中野が少し上向いてきたかなっていう感じなんですけど、中野もちょっと調子悪かったしですね。近本一人っていう感じですから、やっぱりちょっときついなぁと。いう感じですよね。で渡辺とか糸原も頑張ってますけども、やっぱりちょっとね、迫力不足というかですね、っていう打線としては怖さがないですね。相手からしたらね、相手からしたらこう気抜いて投げれますからね、一発がないバッターとか気抜いて投げれますから、ってなったらそのこう休み休み投げれるんで長くこう投げれてしまうっていう感じですよね。
もう 気を抜く場所のない打線だったらもうずっと本気で投げないといけませんからね。当然こう疲労もたまるし集中力も切れてくるっていうことになるんですけど、今の阪神打線はこう休み休み投げれてしまうっていうところでね、相手を楽にしちゃうっていう感じなんですよね。だちょっとね、まあ しんどいなという感じですかね。でまあまあ言うててもですね、やっぱ勝っていかないしょうがないわけですから、なんとかさないかんのですけど、まあSNS とかネットニュースとかね、いろいろ見てると緊急補強が必要なんちゃうかみたいなね意見もあるんですけれども、私個人的には緊急補強っていうのはあんまり意味がないというか、今まで成功したことあんまないですからね。シーズン途中にこう取ってくれる選手なんて、そんなにいい選手取ってくれるわけないわけですから。でそんなにいい選手がですね、こう出番もなく埋もれてるってそう簡単にはないです。宝くじ当てるようなもんですからね。だから最近ね、阪神でもそのシーズン途中にね、緊急補強で外国人取ったり緊急トレードしたりっていうのねありますけども、まあ成功した試しほぼないですよね。近年で途中加入でね取ってきて活躍したなーっていうのはブラゼルぐらいですかね。ブラゼルはね西武にいて、で一旦西武を自由契約になってどっかのリーグにいるところを阪神がですね呼んできたっていう感じで、で阪神来てからねホームランを量産してですね、まあまあそこそこ活躍はしてくれましたけど、それ以外にシーズン途中で入ってきた選手で活躍した選手でも記憶にないんですよね。最近で言うとロドリゲスとか入ってきましたけど全然ダメだったしですね、ちょっと前のソラーテっていうのも言いましたけど、それもダメだったしですね、やっぱりその途中加入の選手でそこまでこう活躍する選手はなかなかいないわけですから、もう緊急補強なんて今からやったってそのまあはっきり言って無駄やと思いますんで、もう今いる戦力でなんとかやっていくしかないというところでしょうね。だからもうほんまにもうやるんやったらもうキャッチャー2人も落とすとかね、木浪小畑も落とすとかですね、でもっと 若手をね一軍に上げてくると、でとにかくレギュラーメンバー二軍でとにかくもう調整をする、もうとにかくもう疲労を取れるだけ取ってとにかく調整をしてなんとか形にすると、その間もう若手にチャンスを与えて一軍でねこうやらすみたいなですね、もうちょっと思い切ってそのぐらいのことしないとちょっとどうしようもないのかなというふうに思います。一軍でまともにねレギュラーでプレーできてるの近本と中野ぐらいですから、まあ、この二人は置いとくとして、まあ、それ以外はもう全員ちょっと一軍に入れ替えるぐらいのね、ことやってていいんちゃうかなというふうに思います。二軍でね頑張ってる選手いますからね、内野手でもねいろいろいますよね。遠藤とかですね、戸井とかですね、これ頑張ってますしですね、あとはその外野手ですね、外野手右打ちの外野手、まあ、井上が落ちましたけれども、今いつぼがいて野口がいて豊田がいて、この辺がね今軒並み3割ぐらい打ってるんですよね。まあ、今日もですね豊田と、いつぼかな複数安打打ちましたしですね、だからまあ非常にこの辺が頑張ってる、3割ぐらい超えるぐらいで頑張ってると、まあ、もちろんね井上がね3割5分ぐらい打ってるんで一番成績がいいのは井上なんですけど、まあ、井上が一軍あかんかったなっていう感じですから、まあ、ちょっとねこうなんていうんですかね、いつぼ野口あたり、まあ、もしくは豊田ですね。豊田なんかもう年齢的にも20代後半ぐらいですから、結構社会人かね、大卒で社会人行ってプロ入ってますから、スタートが結構年齢いってる状態からですからね、年数は浅いですけど、もうそろそろ結果を出さないと居場所なくなるよっていう、そういうまあ大卒社会人卒ですけど、大卒で社会人行ってからですから24ぐらいでプロ入ってますから、まあ、即戦力としてね取ってるわけで、もうそのこれ以上2軍におってもあかんのやったらもう居場所ないよっていうような状況になりつつある選手ですよね。で、まあ、2軍で今3割ぐらい打ってるわけですから、まあ、豊田あたりにを一回こう使ってみるっていうのでね、まあ、排水の陣ですからね、豊田もね、今年あかんかったらもうクビやっていうのは、まあ、本人も感じてるでしょうから、ちょっとこの辺使ってみるとかね、まあ、いつぼとかね、この辺一回一味に上げてみるとか、ちょっとこういう、まあ、何かしらこう、大なたを振るわないと、ちょっともうどうしようもないのかなと。まあ、いう、そんな感じがね、やっぱ見てるとしますよね。今日なんか見ててこう光るなーって思うのはやっぱり前川ぐらいなんですよね。こう使い続けてちょっとねこう、ちょっとはこうなんか成長してくれるかなっていう風な雰囲気をね醸し出しているのは前川ぐらいですから、まあ、前川は使うとしてですね、だからまあちょっとこの辺ね少しこう、考えていってほしいなという感じですよね。まあ阪神からしても内野外野の選手ね、去年何人も戦力外にしてですね、まあ若手をこうね、こう育てていこうっていう方針にしたんですけど、なかなかちょっとこう伸びてきてないっていうところですから、まあこういう
ね、レギュラーが不調とか怪我で抜けてる時ってチャンスなんですよね。こういう時に代役で出た人が一軍でたまたま活躍して、そこからそのままこうスターダムにっていうよくある話ですから、どのスポーツでもね、野球でもありますよね。新庄がね、オマリーの代わりに出てきてそのままブレイクしたっていうのがありますしですね、今そういうチャンスですから、若手はもう目の色変えてですね、チャンスもらったらもうとにかく結果残すっていう感じでやっていって、そうやってチームもね、底上げですよね。底上げね、底が上がっていくと全体が上がっていくっていうところですから、ちょっとその辺をもう期待するしかないですよね。もう勝てるのが当たり前っていうふうに思ったらダメですね、阪神ファンもね。ちょっと去年の、ね、日本一でちょっとそういうふうに勘違いを、勝てるのが当たり前でしょっていう勘違いしちゃってるような感じがね、やっぱりしますけれども、やっぱそうじゃないですね。今の阪神の状態やったらもう勝てないのが当たり前ということですから、それをどういうふうに価値を拾っていくかっていう風に見ていかないといけないのかなという風に思います。まあ、とにかく明日は勝っておかないとね、3連敗はちょっと痛いですからね、明日なんとかしてね、勝ち星を拾ってほしいなという風に思います。はい、ということで今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。